土曜日なんですけど、体内時計が7時にずっと今週セットされてから抜けなくて、普通に7時に起きました。目覚まし時計もオンにしたままで忘れてたので、目覚まし時計も鳴って、その時にはもうすでに覚めてたので、あ、別に週末だから寝ようかなって思ってたんですけど、なんかお腹が空いたのですぐ起きました。そう、これ今読んでる本なんですけど、これすごく面白くて、なんだろう、ちょっと星新一さんみたいな世界観で、この方が結構有名なアメリカの著者、ファンタジー系を書く方なんですけど、誕生日に友達からいただいて読み始めたら、最初この方知らないって思ってたんですけど、こっちの学校にいた時のなんか授業で読んだなっていう、ちょっと記憶が蘇ってきて、読んでる間に何でかって言って、すごくその特徴的というか、まあまあ過激というかで覚えてたので、なんかちょっと蘇ってきて、あ、この方読んだことあるかもみたいな思って、結構ショートストーリーが何個も入ってる感じなんですけど、どの話も結構奇妙で、全てに一つ通ってるテーマがあるとすれば宇宙なんですね。なので結構宇宙設定とか、あと近未来設定とかが好きな方は結構好きかなって思います。次に2150年の時とか出てくるし、なんか設定がほんとぶっ飛んでて、ここもおすすめです。いただきます。ちょっとお散歩に行ってで帰ってきたんですけど、ポストを何気なく見たら、いつもは見ないんですけど、何気なく見たら友達からポストカードが届いてました。めっちゃ可愛い。しかも読んだら私が解決ゾロリ好きだっていうことを知っていてくれた上で、なんか展示、解決ゾロリ展示があったらしくて、でそれにいた時にわざわざこれを買って私に送ってくれたんです。表紙見た時に、あ、これ私持ってたんですよ、実際に、この小学生の頃に。
このシリーズ、あの大泥棒のやつね、モナリザの絵を盗むやつ、めっちゃ記憶が蘇ってきて、この作者の原井隆さんっていう方は本当に子供心を掴んでるなってすごく昔から感心してて、でなんかもう本当に毎年誕生日に必ずゾロリの新しい新刊を買ってもらって、ゾロリオタクだったんですよね、小学校の頃。今ニュージーランドロックダウンでどこも行けなくて、だからこういうのが一日を明るくしてくれました。ありがとう。大切に机の上に飾りたいなって思っています。嬉しいです。